お世話になります。ひとりでございます。冠の雪原のダイマックスアドベンチャーで、ネクロゾマを捕まえてピオニーに見せると、特製パッチがもらえ、伝説のメモがクリアとなりますよね。で、別の動画で検証したのですが、実はこのネクロゾマは、他の人の個体や過去作から送ってきた個体だと、ピオニーに、このスノーじゃない、と言われて、何も起こらないんです。では、ダイマックスアドベンチャーで捕まえたネクロゾマを、逃がしてしまったら、どうなるのでしょうか。伝説ポケモンは一度しか捕まえれネクロゾマを用意できないので、もう伝説のメモは一生クリアできなくなってしまうのでしょうか。それとも逃がした場合だけは他のネクロゾマでも大丈夫という特別な処置が行われるのでしょうか、という趣旨のコメントをいただき、私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はダイマックスアドベンチャーで捕まえたネクロゾマを逃がしたら詰むのか検証していきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきたいんですが、今はですね、もうすでにネクロゾマ捕まえた状態でおります。で、これは別の動画で出したやつをリセットしてやってる感じなんで、不正とかではないのでね、そこはちょっとご安心いただければと思います。で、まずは今どういう状況かというと、はい、この通りネクロズマございまして、これ親チョーリーってありますけど、これはね、実際このロムのその主人公の名前チョーリーでございますので、その名前となっております。ですので自分がね、プレミアボールで捕まえたやつですね、実際この通りマックスダイスアナで、ゲットしたやつっていう感じで書いてありますので、そういう風になっております。でですね、一応ボックスの中はなんかいろいろ紛らわしいことがないように、別のね、ネクロズマは今用意しておりません。いろいろ対象実験的な感じでね、分かりやすくするために今別に他のね、ネクロズマは入れておりませんと、そういう状況でございます。じゃあまず通常はどうなるかといったら、このままネクロズマをゲットした状態で話しかけると、この通り、おお隊長、伝説見せてくれんのか、うん、謎のメモに映ってたポケモンを捕まえてきたなと、じっと見せてくれよ。プリズムポケモン、ネクロズマ、その割に黒ずんでて、プリズムのかけらもねえぞ。何、別世界から光を求めてやってきただっていう感じで言うわけなんですよね。つまりだから、ちゃんと捕まえてそれを見せてるわけなんですよね。まあ、ちなみにこれってボックスにあっても、私さっきやりましたが、ちゃんと話は進むんですよね。ですからこれ持ってなかったら、その判定はどうなるんですかね。本当にこれはわからないですよ、マジで。はい、こんな感じで特製パッチもらえるわけなんですよね。そんな写真1枚で捕まえてきちまうとは、さすが隊長だよなっていう感じなんで、やはり捕まえたという、しかもそれを見せて話してるわけですから、どうなるんですかね。ちょっと一回ここまたリセットしてやっていきましょう。はい、じゃあこれで今ポケモンのとこ見てみますと、ちゃんと今ネクロズマいる状態ですね。こいつは先ほども言った通り、ちゃんと親チョーリーのやつですからね。で、プレミアボールのやつで、こいつを逃がしたらどうなるかという。これマジでどうなんだろう、逃がす、やってみましょう。はい、逃がす、本当に逃がしますか。まあ、ネクロズマ逃がしたらどうなんだろう、本当。バイバイネクロズマ。てかこれもしかして逃がしたらダイマックスアドベンチャーでもう一回捕まえられるとか、そういう仕様ないよね。それ自体ちょっとわかんないんだけど、まあいいや。とりあえずこの状態で今ネクロゾマ持ってないですからね。で、これで多分おそらくダイマックスアドベンチャーでもう一回捕まえられないだろうという感じだと思いますので、この状態でいきたいと思います。はい、話しかけるよ。あ、進んだわ。なんで、お隊長、伝説見せてくれんのか、む、あ、謎のメモに映ってたポケモン捕まえてきただと、チート見せてくれ。おい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 、矛盾してんじゃん。だってこれ見せてくれよって、だってさ、何これ、図鑑を見せてるってことなのかな、設定としては。その割に黒ずんでてプリズムのかけらもねえぞ。だってこれさ、見せてないんだよ。だって、輝く健康児になるよって、だって、おかしいじゃんこれは。これ完全にさ、穴じゃね、これはかなりの穴だと思うんだけど。だって相当これ、まあ、この辺は矛盾してないか、チートも覚えがねえな、ですよね。あなたが拾ってくださったらとても助かりました。だってさ、確認できないじゃん、さっきのプリズムとか、その黒く光ったみたいなことを言ってましたけど、それは確実におかしいですからね。まあ、このウルトラボールとかもらうくだりは別に何の問題もないと。まあ、ここは大丈夫か。はいはい。これで、そんな写真1枚で捕まえてきちまうとは。まあ、でもこれもさ、捕まえてきたかわかんないっすよね。だからここは本当に図鑑見せてるってことなんかな。だって実際ボックスに入ってる状態でもここは進みますから、私それ確認済みですから。ということはそういうことなんかもしんないですね、もしかしたら。なんだ、ここじゃあ積まないんだ、ちゃんと。ただこれはマジでガチの矛盾じゃないですか、これ。これ結構やばいと思うんだけど。ということで検証結果、ダイマックスアドベンチャーで捕まえたネクロゾマを逃がしたら普通にクリア扱いになる
でした。これも以前の動画と同様に結果自体はそれほど驚くことではないですが、その処置が驚きでしたね。これは厳しいツッコミとかでもなく、明らかにネクロズマが目の前にいるような設定を話していて、確実に矛盾していますからね。図鑑を見せている可能性もありますが、それも無理やりな解釈になっちゃいますからね。まあでもこういう雑学を知ることができるという点ではいいでしょう。ちなみに雑学といえば、これ誰にも言わないでね、黒酢マジで健康にいいらしいっすよ。